東京で、ああ、うん、そういう時でもここの部屋で3つ燃やしてて、あの時半袖で過ごしてた。東京の冬、雪が降った日でもこのオイルストーブ3つつけておくと、ね、半袖で過ごしてた。この8畳ちょっとの部屋だと、8畳プラスだから10畳、10畳ぐらい寒くないと、うん、下の部屋は約20畳、20畳でオイルコンロが9個、燃やしてると室温20度で普通に過ごせる。あ、燃える時にその水蒸気が出るから、湿度の確保にはいいですよね、うん、それともう一つ、あの空気の温めるガソリンヒーターに比べて燃焼温度低いので空気を温める力はないのよ。あ、でも暖かいですよね、うん、だからその遠赤外線というか輻射熱というのがこういう建物、うん、この壁を温めて、あ、これ火つけてもらえますか、火のつけたそれ